今日もマイクラの世界で特訓だぜ。イエーお、ここはどこだ。勇者さんたち、お待ちしておりました。うわー、誰だ。今回君たちを特訓する勇者スクールの先生です。勇者スクールの先生。勇者スクールは僕たちを特訓するために作られたマイクラの世界にある学校だ。え、あなたが先生ですか。はい、そうです。ということで今回の特訓ですが、勇者さんたちにはこの島でサバイバル対決をしてもらいます。サバイバル対決と言っても普通にやっても面白くないので、こちらの変身ゲートを用意しました。変身ゲート。青い、これって確か前の無人島サバイバルのゲートと同じものだ。あの時は確かトコタンが0歳の赤ちゃんになって、僕は100歳のおじいちゃんになったんだよね。その時の動画はこちら、よかったら見てみてね。今回は何に変身するんだろう、不安だな。さあ好きなゲートを選んでください。よっしゃー、俺はこのゲートにする。トコタンはこれ。じゃあ僕はこれで。ではくぐってください。動物に変身した。クックーと、その前に動物になった俺たちも可愛いって思った人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。クックー。まずヒロ選手は豚です。能力は通常の2倍のスピードで突進する豚っくる。ただし何かにぶつかると気絶してしまうので注意が必要です。豚っくるか、強そうじゃん。青い選手は牛。牛は足が遅いですが、ステータス以上を回復させる牛乳を無限に作り出すことができます。足が遅いのは不利かも。そしてトコタン選手は鶏。足が一番速いのと、時々卵を産んで中からアイテムがランダムで出てきます。めっちゃいいじゃん。能力もすごいし足も速いし羨ましい。今回3つのサバイバルステージを用意しました。ステージごとに結果に応じてポイントがもらえ、最終的な合計ポイントが最も高い人が優勝。豪華景品をプレゼント。うひょー、豪華景品か。やる気出てきた。青いトコタン負けねえぞ。トコタンも。僕は無理しない程度に頑張ろう。それでは動物に変身してサバイバル対決、第1回戦は家作りサバイバル対決。イエーイ。勇者さんたちには今からサバイバルの基本、家作り対決をしてもらいます。制限時間15分以内に立派な家を作ってくださいね。家作り、牛の体でできるのかな。よし、すっげえ家作ってやるぜ。皆さん気合十分のようですね。では行きますよ、レッツサバイバル。サバイバル。よっしゃー、まずは素材集めだ。おー、早い。みんな早いな。さて、一番早く素材を集めるのは誰なのでしょうか。うん、牛のパンチじゃ全然壊れない。青い選手、木材を手に入れるのに苦戦しているようです。一方、ヒロ選手は、おー、ブタックル。すごい強烈な突進で見事木材をゲットだ。しかし気絶してしまった。いってて、気絶してた。よし、この調子で。うわ、ヒロ選手気絶しながらもいいペースで素材を集めている。さてトコタン選手の方は、ここ待って。あれあれ、素材集めをサボって蜂を追いかけている。これは負け決定か。ん？冬。ここでミラクル！割れた卵の中から大量の素材だ！よっしゃー！おー、めっちゃ素材あんじゃん！すげーな、トコタン！じゃあこれから家作りだな！トコタン負けねえぞ！やっと一個手に入れられた。3、2、1、タイムアップ！それでは結果発表です。順番に見ていきましょう。まずは青い選手、素材を集められませんでした。原木一つだけ、これでは家とは言えません。残念、0ポイント。俺は動物らしく柵を作ったぜ。柵は家ではありませんが、住める場所を作ったのでいいでしょう。ヒロ選手10ポイント。よっしゃ。ではトコタン選手は、あれ、家がありませんね。地下に作った。地下、どれどれ。なんと地下に巨大な家を作っていた。これはすごい。30ポイント。さすがトコタン、鶏になっても天才。くそー、次は負けねえぞトコタン。第2回戦は食料サバイバル対決。15分で好物の食料をたくさんゲットしてきてください。僕は牛だから小麦だね。豚はジャガイモや人参か。ではいきますよ、レッツサバイバル。さあ始まりました、第2回戦。まずはヒロ選手から見ていきましょう。ラッキー。
ここ人参めっちゃあんじゃん。よし早速収穫すっぞ。今回は俺の勝ちじゃねえか。こら、うわー、なんだ、いてれ。この人参泥棒め、許さん。今日の晩飯にしてやるのじゃ。ヒーロー選手大ピンチ。食料をゲットするどころか自分が食料にされそうです。一方青い選手は、すみません、はあ、牛が喋った。あ、僕人間です。事情があって牛になってますけど、村人さん小麦を分けてもらえないでしょうか。小麦を、はあ、わしも小麦を売って生活してるからの、ただでやるわけには。では牛乳と交換ならどうですか。牛乳ならいくらでもあるので。なんと牛乳の方が高く売れるのじゃ。いくらでもあげるのじゃ。やった、ありがとうございます。青い選手お見事、大量の小麦をゲットです。そしてトコタン選手は、クッコー、歩いてますね。おい、食料を探してください。なんで道に卵が、卵からクリーパー、うゆ。結果発表。まずヒロ選手、盗んだ人参1本、泥棒は良くないのでマイナス10ポイント。マイナス、いや、わざと盗んだんじゃないんだって。次にトコタン選手、食料はなし。その上歩いている人を怪我させてしまったのでマイナス20ポイント。うよ、トコタン何やったの。最後は青い選手、牛の能力と交渉力をうまく利用して、なんと小麦を大量ゲット、20ポイント。よし、現在のポイントはこちらの通り、青い選手が1位に躍り出た。くそ、絶対逆転すぞ。さあ第3回戦ファイナルステージは、命がけのサバイバルレース対決。命がけ、嫌な予感しかしない。コースには様々な仕掛けがあるので、それをうまくくぐり抜けてゴールまでたどり着いてください。1位には40ポイント、2位には10ポイントを差し上げます。ということはこのレースで1位になった人が優勝だね。お、そうなのか。よし、絶対1位になるぞ。青い、トコタン、勝負だ。1位について、よーい、ドン。うわー、さあついにサバイバルレースが始まりました。クッコー、先頭はトコタン選手。おー、ブタッケー。おっと、ヒロ選手、トコタン選手を追い抜いた。うわー、しかしヒロ選手、障害物にぶつかってしまった。トコタン選手と青い選手が抜き去っていく。この辺りは障害物があって進みにくいな。クッコー、トコタン選手、障害物のあるエリアを一番に抜けました。うゆ俺はスティーブ、さあ狩りの始まりだ。わー、今のは足の速さがノロノロになる遅延のポーションだ。はははっ、障害物の次は食料を探すスティーブがいるエリア。トコタン選手ピンチ、足が遅くなったところを攻撃されている。あれ、トコタンが襲われてる。いたぞ。よし、次はお前だ。これでお前もノロノロだ。遅延のポーションだ。だったら牛乳を飲んで。よし、え、なぜ早く動ける。青い選手賢い、牛乳でポーションの効果を消し去った。牛でよかった。くそ、逃げられたか。うわー、ベタックル。なんだ。ヒロ選手、障害物コースを突破したと思ったらスティーブとぶつかってまた気絶してしまった。よし、今のうちに。トップは変わらずトコタン選手。おっと、ついに最後の難関、 TNT だらけのエリアに突入だ。感圧板を踏むと TNT が起動して爆発します。やっと追いついた。あれ、え、爆発した。おっと、トコタン選手、感圧板を踏んでしまった。トコタン大丈夫。大丈夫。この感圧板を踏むと爆発するんだ。慎重に進もう。また俺気絶しちまった。早くみんなに追いつかねえと。よくもやってくれたな。あ、おっさん、悪い、俺急いでてさ、許してくれよな。許さん、ここで豚肉にしてやる。ちょっと豚肉は勘弁してくれ。待てー、クッコー。さあここを越えればあとはゴールするだけ。このまま青い選手が優勝するのか。あともう少し。うわー、あれ、この声ってヒロ。おっと、最下位のヒロ選手が追い上げてきた。来るなって。絶対に許さん。しつけーな。ブタックル。ヒロ、
こっちに突進してくる。じゃあここには TLT が。なんとここに来てヒロ選手がまさかの大逆転だ。そして動物になってサバイバル対決、優勝はヒロ選手。よっしゃー。で、逃げてたら勝手にゴールしてただけだけどな。それではヒロ選手には豪華景品としてこちらの豚肉、牛肉、鶏肉1年分をプレゼント。いや、俺そんなに食えねえし、みんなで分けようぜ。うん、さっきまで自分がなっていた動物を食べるのはちょっと抵抗が。トコタン、お腹ペッコ。こうして3人のサバイバル対決はヒロの優勝で幕を閉じたのであった。